at you. I feel like a... あーそうだそうだ、一個さ聞いてほしいことあってさ。あーそっかそっか、オッケーオッケー。皆さんこんにちは、あちおチャンネルのあちおです。本日もちょっと先週と先々週に引き続き、私の独身時代の失恋話をしていこうと思っています。こちらのコーナーでは、今ではイタリアで同性婚をして夫のアレと、まあ安定的な生活を送っているこの私の、まあ独身時代の散々たる失恋話をしていこうかなと思っております。第1弾と第2弾についてはすでにもう動画アップしておりますので、ぜひご興味のある方いらっしゃいましたら見てみてください。ということで早速第3弾に移りたいと思います。第3弾の今回のお話はこちらです。タイトルからも分かるように、私は本当にあの2年間その肉体関係に発展しそうな、まあ、恋愛につながりそうになったら拒んできていたんですね。というのも、あの一番初めの失恋話をあのご覧いただいた方は分かると思うんですけれども、あの時ちょうど私は大学4年生21歳で、その詐欺師の、ね、男と付き合ってしまって、結構ズタボロになったんですよ、心が。でその後からちょっと自分の恋愛観についてちょっともう一回見つめ直さなきゃいけないなということで、ちょっと見つめ返してみたんですよ。そしたら私はどうも、なんだろうな、肉体的な関係が絡んでくると、なんか相手のね本質をこうちゃんと見抜けなくなる、なんかちょっとねなーなーにしてしまう傾向があることに気づいたんですね。なのでそれからはもう本当にその肉体関係になんか早い段階で発展しようとしたら、いつも拒むようにしようと、まあ、決めたんですね。でやはりどこかちょっとゲイ同士の恋愛っていうのはなんか肉体ファーストじゃないですけど、なんか肉体関係ありきの、まあ、恋愛で発展することが結構多いのがちょっと私の経験上ありますので、まあ、もちろんあのいろんなね付き合い方だったり、ね、発展の仕方あるんですけど、やっぱりそういう傾向が強いかなっていうのが私は思っていたので、まあ、やっぱりそれを拒み続けるとなかなかうまくいかないんですよ。で、まあ、結論から言うと、本当に私はアレと会うまでの2年間もうほぼ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 かな、全然まともな恋愛をしてこなかったんですよ。でご存知の方はたくさんいらっしゃると思うんですけど、私は詐欺師と別れて、大学を卒業するまでは日本にいて、卒業してすぐにちょっと海外で働き始めたので、まあ日本1年海外1年で1年1年のこの合わせて2年間、もうなんだろう、本当に失恋三昧というか、もうその恋にたどり着くまでもそうないっていうパターンがかなり多かったんですよ。詐欺師と別れてからアレと出会うまでの2年間は結構この失恋、短期のね失恋が結構あったので、ちょっと失恋短編集を皆さんにお届けしようと思っています。あ、メール送っとこ。今晩会うの楽しみですね。7時半にアルタ前で集合しましょうと。いや、今日本当楽しかったですね。ね、すごい楽しかったね。で、これからどうする？うち来る？いや、すいません、ちょっと明日学校あって早く起きなきゃいけないんですよ。あー、そっかそっか、オッケーオッケー。またじゃあ近いうちに連絡するわ、次回ね。いや、楽しかったな、今日。よいしょ。あ、そっか、メール送っとかないと。今日はありがとうございました、またすぐに会いましょうと。あれ、なんか既読になってるけどメール来てないな。今回で7回目のデート絶対告白する。最近どう？最近、ああそうだそうだ、一個さ聞いてほしいことあってさ、今二人の子とデートしてるんだけど、もう一人の子がめっちゃいい子でさ。あ、二人とデートしてるんだ、いいね。 Hey Achio, I feel like I'm sleeping with my brothers. はい、ちょっとねあんな感じでちょっと小芝居を取り入れてみました。いかがだったでしょうか。本当にね、小芝居にあったように、この早い段階で肉体関係にね発展させないと、結構そのなんだろう、相手の方が私のことを友達だったりなんか兄弟みたいな感じに思えてきて、そのいざねその肉体関係に発展しようとするとなんかできなかったりだとか、
勝手に私がこう結構好きだと思ってても、向こうはね友達だと真剣に思ってくれてるっていうことも結構あって、なかなかねこうなんだろうな、私の思いが伝わらないことっていうのが結構ありました。またあの初めの小芝居にあったと思うんですけれども、あのなんだろうな、実際に会う前に 2,3 週間すごい密にメッセージとかメールをしたり、実際にこうね電話してフェイスタイムで話したりして、その会う前にかなりこう出来上がっちゃってるパターンって結構多くて、で実際に会っても結構ねいい感じでこう話が進んだりして、あの関係が進展するんですよ。でもその日のうち来るの夜の誘いを断ると、なんだろうな、次の時からなんか自然と連絡が少なくなって、どんどんなんか相手が遠のいていって、こっちは結構いい感じにこう思ってるのに、なんか向こうの方が消えていくっていうことが結構あったんですよ。で、あの私が結構なんだろう、会う前のメールとか電話で結構いい感じだったら、すぐになんだろう恋心を抱くというか、あいいなあの人いいなと思って、勝手にこうなんか恋愛をしてるんですよ一人で。なのでまあそのね、一番初めのデートの夜のお誘いを断ってしまって、こう消滅すると、一人でなんかこう失恋したというね気分にこうなることが結構あるんですね。ただそのゲイの友達をたくさん作るという上では、かなりこの肉体関係を結ばないというスタンスはうまく作用して、結局すごくね親しい友達ができたんですよ。あのやっぱりこうゲイ同士の友情ってなんかどこかしらちょっと肉体関係もね絡んでくるところがあったりするんですよ。でもこのね、私みたいにも一切肉体関係を持ちませんっていうスタンスを取っていると、本当に何だろう、純粋にその体の関係なしでその友人がこうたくさんできるんですよ。でかつ体の関係を持たないから、変にこの相手にそのよく見せようとか、変に相手を誘おうとする気がないので、そのなんかお互い結構何だろう、本音というか素の部分を出して話すことができるようになるんですね。でまあそんなこんなでかなり仲のいい友達がねすごくできたっていうのがこの2年ありました。もう恋愛はゼロだけど、もう友情はすごいこうね、わんさかわんさかこうねできたんですよ。まあですが、あの多分皆さんご存知だと思うんですけど、私は恋愛体質なんですよ。なのでやっぱ恋愛をしてないと、ちょっとどうしてもこの気持ちがねこう落ち着かないというタイプなので、どうしても恋愛がしたいわけですよ。一回ねその友達に相談したんですよ。最近全然こううまくいってないんだよねって言ったら、どうしてって聞かれて、やっぱりこのねこう早い段階で肉体関係を持つことがあんまり好きじゃないから、それをこうね拒んでるんだって言ったら、その友達がすごいことを言ったんですよ。なんかいいことかどうかは別として、その友達が言ったのは、その肉体関係を拒んでるってことは、それは裏を返せば相手にはそのあなたは肉体的な魅力がありませんよっていうことを伝えてるっていう捉え方もできないってその友達に言われたんですよ。でその時、あ確かにと思って、その1回目とか2回目の早い段階でこう家に来たいですか、家に来ますかって言われた時に、あ嫌ですって言うと、なんかそれってただそのね肉体関係を断るだけじゃなくて、すいませんあなたには魅力がないからお断りしますっていう風に相手も捉えてしまう可能性もあるってことですよね。で それを言われてすごく深く考えたら、確かに逆にそういうことで相手をもしかしたら傷つけてたかもしれないと思ったんですよ。まあ、とはいえでもそういうねいいことを言われても確かにと思うんですよ。でもやっぱりどうしてもその肉体関係を早い段階で持ってしまうことには抵抗をちょっと持っていたので、こうやってやっぱりねその人の本質がなかなか見えなくなってしまうっていうのを自分で知っていたので、ちょっとまあ要検討だな、考えなきゃなと思ってこう生活をこう送ってたんですよ、その後も。そしたらまあなんと今の旦那であるアレにこう出会うことができて、もう彼に関しては肉体関係とか、 なんか恋愛関係とかそういう感情を持つ以前にもう2回目のデートで告白してきたので、私はなんかもう新しいケースすぎて、なんかもうどうしようってなって、まあ結局付き合うことになって今結婚することになったんですけど、まとめると、まあやっぱりその詐欺師と別れてから、まあこう気づかない間で自分の中でいろいろと葛藤があったりして、その結果その早い段階で肉体関係を持ちたくないというこういうねこう考え方にこう変わってしまって、まあその結果そのアレと出会うまでの2年間はこう結構なんだろうな、失
恋というか自分の思ったように恋愛ができなくていろんな人にねこう逃げられたりするっていうこともあったんですけど、まあ運よく今のね旦那のアレと出会えて、まあ、結婚もすることができたので、まあ、その時の経験をその2年間はかなりいい思い出だと今は思っています。はい、ということで最後にねちょっと皆さんにはこの話の中でいろいろと私の恋愛観だったりっていうのを伝えてきたんですけど、本当にここで言いたかったのはそのなんだろうゲイだからといって肉体関係をすぐ持ってしまうっていうことをちょっとこうなんて誇張して言いたかったわけでもないですし、その肉体関係を持つことは悪いことだっていうことをこうここで言いたかったわけでもないんですね。ただ本当にこの2年間私がこう勝手にね肉体関係を持つのをやめようと決めてこう過ごしてきた2年間がどういう感じだったのかなっていうのをちょっとお伝えしたいなと思って話したという話になります。はい、という感じで今回のお話を終わりにしようと思っています。なんか今回の話あんまり失恋話だったかなという感じはしますけれども、でもやっぱりこう2年間ねいろいろデートしてる間にいいなと思う人もいて、でもこうね自分のスタンスを変えないせいでうまくいかなかったりすることっていうのがあったので、まあいわば失恋ですよね。なのでちょっと失恋のくくりとして今回はちょっと動画を出させていただきました。ぜひぜひ皆さんのなんだろうな恋愛観というかね、そういったものをちょっとコメント欄で書いていただけると嬉しいです。私結構こういうの聞くの好きなんですよ。なのでぜひぜひお時間ある方コメント欄に皆さんの恋愛価値観をこう書いていただけるとなんかねお話できて嬉しいなと思います。はい、という感じで本日の動画は終わりにしようと思っています。最後まで見てくださった皆さん本当にありがとうございます。もしこの動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録、これチャンネル登録になるかな、チャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次回お会いしましょう。チャオ。